10月鉄道支社、レニングラー付駅10月鉄道支社は、ロシア鉄道公開株式会社の支社の一つ。ボログダ州、モスクワ州、ドベリ州、プスコフ州、ノブゴロド州、レニングラード州、ムルマンスク州、カレリア共和国、モスクワ連邦市及び、サンクトペテルブルク連邦市間のロシア鉄道線を管轄する。ロシア帝国運輸通信省。 ニコライフ鉄道局を前身とし、1918年に、私鉄のモスクワ・ビンダボルイビンスク鉄道などを合わせて国有化し、ロシアソビエト連邦社会主義共和国運輸通信人民委員会、ニコライフ鉄道局に改装。10月革命にちなみ1923年、10月鉄道局に改消した。ソ連運輸通信省時代の1961年、 カリ任鉄道局を統合。1966年には、二軽機関車による時速200キロの速度記録を達成し、同年レーニン勲章を受賞した。後、ロシア連邦運輸通信省10月鉄道局を経て、2003年のロシア鉄道公開株式会社発足に伴い、同社の10月鉄道支社に改祖承継された。ロシア北西部の鉄道輸送を所管し、 所管地域の広さは、ムルマンスクからモスクワに至る南北2000キロに及び、そのうち900キロは北極圏内である。管内における輸送シェアは、貨物の75%、旅客の40%を占める。従業員数は69,781人。管内の幹線は、国内の最主要路線でもある、モスクワサンクトペテルブルク鉄道及び、 ムルマンスクサンクトペテルブルク鉄道。1984年には最高時速200キロの200系高速急行電車が初めて投入され、2009年まで運用されたほか、同年には、ドクシーメンス社製の新型高速電車、アレグロが運行を開始した。館内の6支店は2010年の地方組織改正に伴い廃止され、 以下の6地域部が2011年1月1日に発足した。ありがとうございます。